皆さんこんにちは。今週も始まりましたワクワクキッズ、七田教育研究所代表、七田式主催の七田光です。今週のテーマは人の失敗を笑わないということです。何か失敗した時にですね、周りの、人たちから笑われたりね、なんか傷つくような言葉を言われるととても嫌ですよね。それを自分自身が他の人が失敗した時にしていないかということもね、振り返って考えてみる必要があると思います。先週はですね、人の立場を考えてしてもらったら嬉しいなと、自分がしてもらったら嬉しいなっていうことを人にしましょうというテーマでしたけど、今週はですね、逆に自分がされたら嫌だなということを人にしないということ、むしろその、人のことを笑ったりね、あざけるというような言葉もあったりしますけど、そうではなく、大丈夫とこう思いやりの声をかけてあげるってね、そういうことが大事ですよっていうお話ですね。そもそもなぜその失敗したのか、それを考えると、その人はそれをやり慣れていなかった、もしかしたら初めてやったので、もうどういうふうにやったらいいかわからなくて、そういうふうになったのかもしれないし、そもそもあまりやりたくなかったのに、みんなもやるんだから何々ちゃんも一緒にやろうよって言ってね、本当は乗り気じゃなかったのにやってみたら案の定やっぱり失敗したっていうような時はね、さらに傷つきますよね。それでわあ下手くそだなーなんて言われるとね、だからやりたくなかったのになんていうふうな気持ちになったりするわけですけれども、そうするとですね、それをする前はとても穏やかな、別に何ということもなかったのに、そのことによって、失敗を笑われたお友達は嫌な気分になって、もう私帰るとかね、そういうふうなことになって、こう場の雰囲気が台無しになるというようなこともあります。なのでね、笑ったりするんじゃなくって、心配そうな、表情で大丈夫っていう、やらなくても、無理にやらなくてもいいよっていう、無理にやらなくてもよければね、そういう言葉をかけてあげればいいし、それはやらなくちゃいけないことだとしたら、ここをこういうふうにしたらきっとうまくできるようになるよとかね、次はきっとできるよっていうふうにして応援してあげてほしいんですね。明日は我が身なんていう言葉もありますのでね、自分が失敗した時に大笑いされないように、みんなにも優しい言葉をかけるようにしましょう。七田の質問。大きくなったら何になりたいですか？お医者さんです。横綱になりたい。忍者。できるよ絶対、なれるよきっと、七田ですくすく夢育て、君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、笑わないで。まるちゃんとトンガリーとカクさんはいつも元気な仲良し3人組。今日はみんなで公園に遊びに来ました。あ、滑り台だ。滑ろう滑ろう。あれれ、まるちゃんなんだかちょっと渋い顔。最初にトンガリーが滑ります。それシュー。わあ、トンガリー上手上手。カクさんは手をたたいて喜んでいるけれど、マルちゃんはやっぱり浮かない顔。次はカクさんの番。そらよシュー。カクさんもとっても上手に滑ります。さあ次はマルちゃんの番だよ。私はいいよ。なんで？楽しいから滑ってごらんよ。トンガリーとカクさんは嫌がるまるちゃんの背中を押しました。キャー。コロ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 。まるちゃんはコロコロ転がり始め、
滑り台が終わってもまだまだ転がっていきます。ドーン、壁に当たってようやく止まりました。その様子を見ていた二人は大笑いです。目が回ってしまったまるちゃんは大好きな二人が笑っているのを見て悲しい気持ちになりました。お家に帰る。まるちゃんは一人でとぼとぼ帰っていきました。あれ、まるちゃんどうして帰っちゃうのかな。いいよいいよ、二人で遊ぼう。あ、ジャングルジムだ、僕得意なんだ。トンガリーはジャングルジムを目指して走っていきます。僕はちょっと。今度はカクさんが困った顔。トンガリーはジャングルジムに飛びつくとスイスイ頂上へ登ったり間をくぐり抜けたりして遊んでいます。カクさんもおいでよ。うん。カクさんはしぶしぶ登り始めました。よいしょよいしょ。なんとカクさんはジャングルジムの枠にすっぽりはまって動けなくなってしまいました。どうしよう、抜けない。それを見たトンガリーは大笑い。カクさん何やってるんだよ、ドジだな。なんだよトンガリー、助けてくれたっていいじゃないか。もうトンガリーなんて嫌いだ。スポン。怒って力が入った拍子にカクさんはジャングルジムから抜け出しました。あ、カクさんよかったじゃない。でもカクさんはプンプン怒って帰ってしまいました。どうして二人とも帰っちゃったんだろう。トンガリーには理由が分かりません。次の日です。トンガリーはまた公園にやってきました。だけど今日は一人ぼっちです。みんなでボール遊びしようと思ったのにな。トンガリーは壁に向かってボールを蹴りました。ボーン、コロコロコロ、ボーン、コロコロコロ。一人で遊んでも全然楽しくないや。えい。トンガリーは思わずボールを強く蹴飛ばしました。するとボーン、壁に当たったボールが勢いよく跳ね返ってきてバン、プシュー、いてててててトンガリーの頭にボールが突き刺さってしまいました。トンガリー大丈夫？ボール穴開いちゃったね。いつの間にかトンガリーの後ろにはマルちゃんとカクさんがいました。マルちゃん、カクさん、僕。トンガリーはしょんぼりしています。マルちゃんがにっこり笑って言いました。ね、またみんなで何かして遊ぼう。ボールダメになっちゃったけど3人だったらいろんな遊びができるよ。よし、じゃあ鬼ごっこしようか。人の失敗を笑ったりしないでみんなで楽しく遊んで笑う方がずっと楽しい。3人とも同じことを考えていました。しまい。みんなで元気ズ。はい、みんなで元気ズのコーナーです。はい、このコーナーではお家やお外でできる遊びを紹介していきます。はい、のりのり先生です。のりの先生。はい、みぞ先生です。はい、みぞ先生。チーム元気ズでーす。というわけで、はい、はい、今日の遊びは早速ね紹介したいと思うんですけど、今日は何だろうね。ちょっと今日はね、あ、こんなところを使う遊び、あんなところを、あんなところ、あんな風に、あんな風に、頭じゃなくて、はいはい、肩じゃなくて、お腹じゃなくて、お尻を使った遊びを今日はね。お尻。そう、お尻を使った遊び。どうやって使うんかな。やっていきたいと思います。もう楽しみやね。じゃあまずのりの先生。はい。じゃあその場に座ってください。はい。よいしょ。よいしょ。ね。膝はちょっと軽く曲げて大丈夫です。はい。今日はね、お尻歩きをしたいと思います。お尻で。お尻歩く。なるほど。ね、結構ね、クリオンしんちゃんとかでもね、しんのすけがね、やってるあんな感じ、あんな感じ、あんな感じ、みんなわかるかな、わかるかな、あんな感じです。
じゃあまずは片方のお尻を上げて下ろす。よくしょ。反対も上げて下ろす。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 なんかすごい地味な絵じゃない？大丈夫？上げて下ろす。オッケー。大丈夫大丈夫。これが大事だから。これが大事やね。でもね、これが大事で、この後のお尻歩きにつながったりね。なるほど。その後なんかいろいろつながったりするから。オッケー、楽しみしとこう。じゃあね、今度はこのね、片方ずつ今上げたよね、うん、今度は前に進みながら1、2、1、2ってお尻歩きできるかな。なるほど、お尻でね、難しそうやな。さあ、さあ、いくぞ。はい、せーの、1、2、1、2、1、2。はい、1、2、1、オッケー、オッケー。ですね、だいぶ前来たね。そうね、結構もう来たような感じやけど、足が切れてるもんね。そうね。じゃあその分後ろに戻らない、はい、よし、じゃあバックね、いくよ、せーの、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。おお、のり先生すごい後ろが速いね。ほら、こんなに水先生も後ろに行ってますわ。はい、結構どうだった？結構ね、この辺りがね、こう動いてるなっていう感じですね。もうこの辺りがね、ちょっとね、少ししんどいところもあるかもしれないけど、じゃあちょっとね、行けるお友達はさっきは手を使って1、2、1、2って言ったけど、その手を胸の前でガシャ、うん、手を使わずに1、2って前に上げる。やってみましょう。やってみましょう。ありがとうございます、ね、いくよ、せーの、1、2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 、
1、2、はい、1、2、OK、じゃあもうなんか達成感があるね、じゃあね、このちょっとお尻遊びを使って今日はね、野村先生、水戸先生と競争しないかい。競争負けないぞ。よし、じゃあやってみよう。よし、というわけで、じゃあお祈り先生のこっち側にして、はい、じゃあお尻座ってください。はい、よっこいしょ。お、感じかな。そう、 OK です。ここからスタートをして、はい、どっちの方がちょっと真ん中の方に行けるか、ね、あっちね、勝負です。 OK、 さあ行くよ。せーの、よーい、スタート。負けないぞ。いらっしゃいぞ。テキ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 、ふっ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 、ゴール。え、どこゴール？今のはん、ここか、ここかな。水戸先生の勝ち。水戸先生の勝ちやね。早いわ、水戸先生。いやー、でもね、結構ね、やっぱりしんどい ね、 ねえ、ね、でも楽しかった ね、 ね、やっぱり競争ね、するのもすごい難しいけど、お尻歩きだとね、なんかちょっと、やってやろうって気になるね。そうだね、ちょっと、ぜひお家の友達もね、ぜひ、家の中でやってみてください。はい、それではやってください。この後は解説です。解説です。はい、それでは解説のコーナーです。今日の遊びはお尻歩きでした、ね、お尻を上げて下ろす、上げて下ろす動きがあったり、お尻で前に 1、2、1、2、 後ろにも 1、2、1、2、 最後はね、ノリノリ先生と対決、速いスピードで 1、2、1、2、1、2 とお尻歩きをしました。お家の方は結構しんどかったんじゃないですかね。明日もしかしたらこの股関節の付け根あたりが筋肉痛になってるかもしれませんね。このお尻歩きはお尻をしっかりと動かすことによって歪みを解消します。で、このお尻歩きなんですけども、この骨盤の上にしっかりと上半身の重みがぐっと乗ることによって、この骨盤のところに重みが乗ると、その強制力、この重みの重い強制力でしっかりとこの骨盤周りがほぐれるようになっています。で、このお尻歩き、基本は手と足が 1、2、1、2 と一緒に出ることと、あとは姿勢ですね。背中が丸くなったり、
あとはね、目線がお腹になったりすると姿勢が悪いお尻歩きはなかなか骨盤周りのほぐしや姿勢の改善には効きません。しっかりと少し胸を張ってやるようにお願いします。どうしても最近ね、姿勢の問題が出てきていますよね。スマートフォンを見て、ね、目線が下のままで、ね、どうしても作業とか日常生活を送ってしまったり、あとは子供お友達も学校の中で椅子に座るときにどうしても、ね、背中が丸くなってしまったり、あとは、ね、肘をポンとついてしまったりといって骨盤にしっかりと力が入らずにだるくなっていることが多いと思います。そのためこの骨盤歩き、ね、お尻歩きでしっかりと骨盤周りを動かすことによって骨盤の周りを筋肉を和らげて姿勢をクッと良い姿勢を作っていきたいと思います。またこの骨盤歩き、お尻歩きはお尻やウエストの引き締め、またインナーマッスルの強化にも効果がありますので、お子様だけじゃなくてお家の方、特にお母さん、ぜひお家でやってみてください。それではまたこのお尻遊びを家でやってみてくださいね。さよなら。みんなこんにちは、健太先生だよ。よろしくね。まずは国旗カードを見てみよう。はじめは星の書かれている国旗を見てみよう。これはモロッコ、これはリベリア、これはキューバ。色やデザインが少し違うけど、どれも星が描かれているね。じゃあ問題を出すよ。真ん中の国はどこだったかな？正解はリベリアでした。次は横島で3色の国旗を見てみよう。これはイエメン、これはガボン、これはルクセンブルク。いろいろな色があるけど全部横島で3色の国旗だね。じゃあこれから問題を出すよ。一番左の国はどこだったかな？正解はイエメンでした。みんなわかったかな？面白かったね。次は記憶遊びをしてみよう。ここに3枚のカードがあるよ。カードを裏返していくから順番に覚えていこうね。太陽、クシ、アリ。覚えられたかな？最初から言ってみよう。一番最初は太陽、次はクシ、最後はアリ。みんなはいくつ答えられたかな？次は5枚のカードを覚えていくよ。テレビ、犬、財布、車、カニ。覚えられたかな？じゃあ最初から答えてみてね。最初はテレビ、2番目は犬、3番目は財布、4番目は車、
最後はカニ。みんなは何個答えられたかな。最後は歌の時間だよ。みんなは豆は好きかな。豆はいろいろな食べ物に変身できるんだよ。みんなの周りにある豆からできている食べ物を見つけてみてね。今日はオレンジキッズ5月号の文字言葉を育てる歌から豆が変身を聞いてみよう。豆が変身。豆にもいろいろ今はこれでおしまいだよ。健太先生でした。七田の質問。大きくなったら何になりたいですか。看護師さん。幼稚園の点々。滑れない。できるよ絶対。なれるよきっと。七田ですくすく夢育て。君の可能性は無限大。60年のメソッドが世界中で進化する七田式教室。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか。楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、今日もゴーゴー元気ズの踊りを覚えていってみましょう。はい、今日はこのところをやります。この指と豆でもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ。はい、この時指、ね、最初は人差し指を出します。2回目は親指を、ね、出してください。じゃあ通していってみましょう。じゃん。この指止まれでもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ。こんな感じです。ミュージック、ミュージックスタート。集まればゴーゴー元気。
しくなる。ゴーゴー元気、みんな集まれば。ゴーゴー元気、楽しくなる。この指とまででもお腹甘さ、得意でも苦手でも関係ないさ。走って転んでつまずいてへこたれても、僕らの合言葉今叫ぼう。 1,2,3,4 Go, go, go 元気、みんな集まれ。楽しくなる。 Go, go, 元気、遊びは魔法さ。 Go, go, 元気、いつの日にもどんな時も笑顔に。今日のワクワクキッズも楽しかったかな。またお家やお外で遊んでみてね。頑張ってる君のこと僕は笑わないよ。じゃあまたね。またね。子育てワンポイントアドバイスの時間です。今週はリーダーの7つの条件の5、明確な目標と情熱を持っている、目標を持って行動することが大切です。目標を持たないのに突然なんか知らないけど家が建ったとか、目標を持ってなかったのに突然なんかアメリカに来ちゃったとか、そういうことはないわけですね。やはり明確な目標があってそこに向かっていくということになるわけですね。それが大事です。そして情熱を持っているというのは、その立てた目標何だったっけと忘れないようにするという意味ですね。どこかに目に見えるところに書いて貼っておくと良いですね。はい。